11月1日水曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。本日ここへ来るまでの間にとてもショックなことがいくつかありましてですね。いくつか、はい、まあ、全部共通する背景はあるんです、はい、というのが、今日が11月1日ワンワンワンの日だという。あ、本当だなんかこういう時に、ワンワンワンの日とか言うなみたいなね、ポッキーの日とか、あ、違いますか、あれは11月11日ですね。11月11だね、だったらワンワンワンの日もワン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 の日にしたらいいのにね、まあ、どうして今日なんですかね。あ、それはね、ワン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 は2つが普通標準形じゃないですか。ワン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 って言います。ワン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 、まあ、どうでもいいです。今日から11月1日です、はい、昨日で10月が終わりました、ね、ということで今日からいろんなことが変わってましてね、はい、まあ、いろいろ衝撃なことがあったんですが、一番の衝撃は、この番組の中で何回かご紹介しましたけど、私ちょっと今東京で料理に凝っておりまして、晩ご飯を一人で自分の分だけ作るわけですね、まあ、丁寧にいつもね、それで、まあ、いろいろ作るんでありますが、基本はごめんなさい、基本はあのラジオリビングの冷凍食品が圧倒的に多いのでございますが、美味しいのありますからね、たまにはそうじゃないものも作るかと、で、近所のスーパー覗いてですね、鶏肉が安かった時なんか、この鶏肉を焼いて食おうと、はい、鶏肉って焼くだけで食えますからね、簡単に塩コショウして、そうですね、それでも鶏肉単に塩コショウして焼いても食える、それでも十分美味しいんだけども、まあ、ちょっとぐらい手間かけるかとか匂いつけるかと思った時に、はい、やっぱハーブも一緒にちょっと匂い付けで焼くといいよなみたいなことを考えた時に、まあ、うちの川向かいのですねマンションの、道路に面したところにあるローズマリーというのがありまして、はいはいはい、ローズマリーの赤ちゃんという恐怖映画がありましたね昔のそのローズマリーの小枝を、はい、闇に紛れてペチッと折ってですねでフライパンの上に乗っけて蓋をしてしまって蒸し焼きにすると、なんかうっすらこうローズマリーの香りが肉に移るんじゃないかなという想像力は働くんですが、実際に闇に紛れてローズマリーをペチッと取りに行くとなると、これは窃盗罪ということになりますから、一応ね、いや一応もクソもそれはダメでしょそれは、だから万が一にも人に目撃されない時間帯にこっそり行って、それでもダメだ、ダメですね、やってる行為は一緒ですからね。そうですね、だけどいつかやってやろうと、でいつもあの家でこうそういうのなしに、はい、お肉をこう焼きながらですね、今は現状は塩と胡椒しかないけれども、でもいざとなったら、闇に紛れていってあそこのローズマリーをペチッと折ってくりゃその上に乗っけりゃ豪華なフランス料理風の一品ができると。買ってくださいよ。いや、なかなかね、生のローズマリーの葉っぱの乾燥させたやつってよくスーパーの中に瓶詰めであるんですけども、はいはい、あの生のまんまの枝状態のやつってそうそうなかったりするんですよ、はい、それがすぐ近所で手に入りますからね。手に入る、でもいつでもそれが手に入るという安心感で、もその安心感で十分なんです。意味が実際に取りに行かないですよ、はいはい、取りに行ったら捕まってしまいますからね、下手すが、窃盗罪かなんかで捕まってですね、犯罪者として、まあ新聞に名前が載ったりするの、やめてくださいよ、何やったのこいつ、近所の植え込みからローズマリーを一本折って逃げたおいダメだろそれはっていうようなことになりかねないなと思っていて、でもそこにそのローズマリーがいつでもあるというのが私の心の支えだったんです。はあ、今日そこの植え込みの横をポコポコ歩いていたら、ふっと見たらないんですよ。え、なんで、あれ、ローズマリーなくなってるって思ったら、その向こう側、フェンスの向こう側に2トントラックぐらいのトラックが1台止まっていて、トラックのドライバーさんが運転席に座って弁当食ってんですよ。はいはい、トラックの運転手さん弁当食ってるわと思ってふっと荷台を見たら、私は植え込みだと信じてたんですが、
縦横2メートル ×1 メーターぐらいの大きな、うん、あのコンクリート製のコンテナに植えられていた、つまりコンテナに植え込まれていたローズマリーだったということに気がついたんでありますが、す早い話、はいはい、そのコンテナごと撤去されてトラックの上に乗っけられて今まさに運ばれようとしていたのでございます。私お弁当を食べているドライバーさんのところにツツッと寄って行って、すいません、あの後ろに積んであるローズマリーちょっと枝を 1,2 本いただけますかと言ったんだ。言わなかったんです。やだ、なんで言ったのかと思ったじゃないですか。だいぶねトラックの前で逡巡したんですよ、はいはい、これでドライバーさんと目があったら言おうと思って、はい、いろいろこう念を送っていたんですが、一心不乱に弁当食ってるもんですから全然目線が合わないんですよ。それで窓が閉まった状況だからそこに近づいていってトントンってやったら向こうもびっくりするだろうなと思うからまあやめとこうと思って、すごいそれが心残りで、ああもうあそこのローズマリーはないわ、他にどっかにないかと思いながら、はい、この有楽町の日本放送まで探してきたんですが他に見つからないんですね。それは言ってみればよかったね。私の住んでる地元の枚方方面の大阪ならですね、うん、結構植え込みの、ローズマリー流行ってるみたいで、あっちにもこっちにもローズマリーがあるんですが、東京はそんなに多くないのか、うん、今日もコンテナが撤去されてうちの近所の唯一のローズマリーがなくなってしまって、ものすごく寂しい思いをしながら、この有楽町界隈を歩いていたら驚きましたね、はい、まず驚いたその1、はい、まあ、そのさっきからの順番から言うとその2になりますが、うん、この番組で何回も私が定点観測ということで、コロナ前コロナ明け人の移動を観測するのにものすごく重宝していて、それだけじゃなくて実はこのオンエアでは言ってませんが、私何回もそこで食事をしているオリエンタルバイオリエンタルホテル、有楽町シックススっていうカフェが、オープンカフェがありましたね。この間の日曜日のその一つ前の日曜日で閉店です。そうそうそう、あ、知ってました、通ってしまってるなって、ああなくなっちゃったんだって思います。でさらに本日、はい、本日、はい、有楽町の駅の前の交差点の青信号を渡って、私いつもですね夏場は暑いのが嫌だからエアコンの効いてるそこのビルの中を通ってくるんですね。通り抜けてね。で冬はそこ暖かいですね、うん、この季節別に中通っても外通ってもいいんですけれども、うん、向かいのコンビニに行くようがある時には外通るんですが、向かいのコンビニに行くようがない時にはビルの中の通路をこう通ってくるわけですよ。今日いつものように動線で、はい、もう青信号を渡って、うん、あ今日はコンビニに行くようがないからビルの中通り抜けようと思ったら入り口のところのドアが開かないのよ。 あそこもう通れなくなってましたっけ。はい、入り口のドアが閉鎖されててです、ね、あれ自動ドアが開かないと思ったら張り紙がしてあって、要するにまあ端的に言うともう通れませんよっていうか、ビル自体がもう建て替えになりますから、うん、そうなんですよ。今日11月1日昨日までは確か閉鎖されてなかったはずなんですけども、そうです通れましたね。そうですよ、はい、そうでしょ、うん、今日から通れなくなってるんですよ。あ、11月1日をもってですね、ここの動線の一つが閉鎖されるわ、はい、私の行きつけのカフェはなくなるわ、うん、ローズマリーは夜中に取りに行けなくなるわ。ないない尽くしですね辛坊さん。もうちょっとね、私相当絶望感に今打ちのめされておりますので、もう年も年だしなとか思ったらですね、あの全然ワイドショーなんかとは違う目線で同じ事件が見えてくるわけですよ。86歳のじいちゃんのなんかこう人生に対する絶望感みたいな、いやだからやっていいことと悪いことがあるだろうっていうのは当然なんだけれども、やなんかね、なんかわかるんですよ。いろいろと考えてしまったわけですね。そうなんですね、うん、ということで先進んでください、はい、まあ、なんかねこうあったものがなくなったりすると寂しくなってしまうものですけれども、放送で楽しく頑張りましょう。そんな遠目しないで、ローズマリー歌できそうじゃないですか、ローズマリー、はい、さあズームそこまで言うか。この後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュで、4時台には月1レギュラーです。航空旅行アナリストの鳥海高太郎さんをお迎えしてオーバーツーリズムについて伺います。あの鳥海さんいつもほら明るい話題を持ってきてくださるからいいんじゃないですか今日はね。気持ちがねちょっとあの元気になって、そうですか、元気もらえますよ。それはね、あの話を聞いて元気もらえる人はいいですけど、私なんか単純に、うん、く
くそ、俺だっていつでも行こうと思えば行けるのに。あ、それは良くないですね。そう思っちゃうんですよ。で、これがなかなかね、まあお金の面であるとか日程的な面で、うん、まあ行きたいんだけれども、まあ話聞いて行ったような気になっとこうっていう思考回路が働く人はとっても幸せなんだと思いますけど、私のように、くそ、行こうと思えば行けるのにどうして俺はここにいるんだとか思っちゃうとですね、むしろ向きですね。ストレス溜まる一方で。前向きに行きましょうよ。そうですね。はい。で、5時台は今日はですね、日銀が長短金利操作の修正、再修正を決定というニュースにズームしていきます。番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。辛坊さんのこのオープニングトークやあなたが気になるニュースなどぜひ送ってください。メールで送ってくださる方は zoom@1242.com、 番組の感想など旧ツイッター X で参加される方、ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームで参加してください。で、5時26分頃、ズモンミュージックリクエストをお送りいたしますが、今日のリクエストのお題は、近所のローズマリーが撤去された時に聞きたい曲。近所のローズマリーが撤去された時に聞きたい曲。あるかな。まあ、あの、選曲のリモコンって。ローズマリーはあんまり歌の歌詞で出てこないよな。ローズマリー。マリーはいっぱいありますけどね。そうですね。ローズもありそうですけど。ローズもありますか。うん、ローズマリーは。ほら、あの、何ですか、5番街。ほら。チャラララララララ、チャラララ。あ、それそれそれ。ああ、私にとりまして。増山さんの、あの、口ずさみで曲が判明した非常に稀有な例ですね。レアなケースですね。増山さんが大体口ずさんでも、何すかその曲っていうケースが多いんですが、ちょっと謎に聞こえるパターン多いですか。今のは、わかりました。はい。はい、5番街のマリー。そうそう。はい、選曲の理由も書いて、zoom@1242.com まで送ってください。さあ、では続いてガイタメ .com プレゼンツマーケットインフォメーションです。ダメですよ、ここはちょっとね、口をつぐんでくださいね、辛坊さんね。終わってから言います。終わってから言ってください、はい、ガイタメ .com プレゼンツマーケットインフォメーションです。東京株式市場日経平均株価は昨日と比べて742円80銭高い 31,601 円65銭で取引を終えました。トピックスは昨日と比べて 56.96 ポイント高い 2310.68 で取引を終えました。円相場は1ドル151円30銭付近で取引されています。前日のニューヨーク市場で円相場が去年10月21日以来となる1ドル151円71銭まで下落したことを受けまして、東京市場では複数の日本政府関係者が円安を牽制しました。政府日銀による円買い介入への警戒感が高まると円買いドル高に傾きました。円買いドル売りに傾きました。海外市場では FOMC、 アメリカ連邦公開市場委員会が金融政策を発表します。今回も政策金利を据え置くとの見方が大方の予想となっています。そのため FOMC の声明や FRB のパウエル議長の記者会見から追加利上げの可能性を読み取れるかが焦点となりそうです。ガイタメ .com プレゼンツマーケットインフォメーションでした。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。さあ、辛坊さん、先ほど言いかけたこと、そうですね、先ほど言いかけた話ですが、うん、まあ別にここで改めて言うような話ではないんですが、増山さんが口ずさんだのがですね、五番街のマリーへという曲のはずです、うん、はい、でその曲を聞いて、言わなくてよかったと思ったのが、うん、確か歌ってたのは林真理子だったよなって。違う違うみたいな。違いますね。林真理子さん他で話題になってた人だな。違う真理子さんね、高橋真理子さん、ね、それそれ真理子違いで真理子違いで大違い、失礼しました。どうぞ。ペトロナカプリシャスの頃でしたね。さよか、はいはいはい、じゃあ、はい、このコーナーではよろしいですか。もうそこで林真理子ではない。ないです、高橋真理子さんでした。さあ、辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するコーナーです。まずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。
埼玉県蕨市の郵便局に昨日86歳の男が拳銃を持って立てこもり、8時間後に警察の捜査員が突入し逮捕されました。男は立てこもり事件の前に発生した病院での発砲事件やアパートの火災にも関わったことを認めています。ニューヨーク外国為替市場で円売りドル買いが加速し、円相場は一時1ドル151円台に下落しました。財務省の神田財務官は今日午前、介入を含む様々な手段の準備状況についてスタンバイだと述べました。原子力規制委員会の定例会合が開かれ、鹿児島県の川内原発1号機2号機の20年の運転延長が認可されました。延長が認可されたことで、川内原発1号機は2044年7月まで、2号機は2045年11月まで運転ができることになりました。昨日発表された9月の完全失業率は、前の月と比べて 0.1 ポイント低下し 2.6% でした。改善は3ヶ月ぶりです。一方、9月の有効求人倍率は8月と同じ 1.29 倍でした。宿泊や飲食のサービス業は 5.2% 増えたものの、製造業は 12.7% のマイナス、建設業は 8.1% のマイナスです。厚生労働省は、人手不足ではあるが、原材料の高騰などで採用が抑えられていると分析しています。最大2350億円に上振れする見通しとなった2025年大阪・関西万博の会場建設費について、大阪府と大阪市、そして経済界はそれぞれ追加負担を受け入れる方針を固めました。今日、万博協会の回答を受けた上で正式に判断します。日本郵便は今日11月1日、来年のお年玉付き年賀はがきの販売を始めました。当初発行枚数は前の年と比べて 12.2% マイナスのおよそ14億4000万枚で、記録が残る2004年以降で最少です。新宿歌舞伎町のマンションに男性を監禁し暴行を加えたとして、警視庁暴力団対策課は、国内最大規模の風俗向けスカウトグループの幹部ら14人を逮捕しました。このグループは宮城県や熊本県など全国の繁華街で活動し、1000人以上のメンバーがいるとみられます。はい、ですね、お年玉付き年賀はがきですか。はい、過去最高の発行枚数だった時には2003年44億5936万枚。今年が14億4000万枚。2003年が44億。これね、そのお年玉付き年賀はがきの発行枚数の推移というののグラフを見てると、はい、まあ、なんとなく減る気配が出始めたのは2000年前後なんですが、顕著に減り始めたのが2008年ぐらいなんですよ。何、これ2008年って何があったか分かります？なんだろう、2000年、 iPhone 登場なんです。そうですか。はい、やっぱり年賀状よりも、もうなんか画像を簡単に送れるスマホみたいなものにもうちょっと、変えちゃおうかなっていう人がおそらく激増したんじゃないかと思いますね。手軽にね。で、さらに近年減ってんのは、はい、一時期、それから10年ぐらいは、それでも必死になって販売枚数の減少を食い止めようとですね、相当過度なノルマみたいなものが、現場の郵便局の人たちに与えられていて、セールスの方、家庭訪問で来たりなんかすることありますよね。今年は何枚ですか、みたいな。ところが今、あれがですね、大問題になって、あれやっちゃいけないっていうことでやらなくなったんですよ。はい、明らかにその影響はあると思いますね。この5、6年で顕著に減ってます、さらに。で、ついに44億枚あったやつが今14億枚まで減ってますから、30億も減っちゃって3分の1という状況の中で、ただまあ残念ながら今後もこれがなんか劇的に何か回復するかっ
ていうとそういうようなもんではないんだろうなとは思います。冒頭のニュースです。昨日ね、内田君が中継に行ってくれた埼玉県蕨市の、はい、昨日のオンエアの時点では年齢は分かんない、はい、もうちょっと若いんじゃないのっていう説があったんですが、40から70ぐらい、まあ、最初の第一報ではそんなでしたよね、はい、結果86歳の男が最終的に確保されたということなんだけれども、86歳の男が、でその前に起きた 1.5 キロぐらい離れたところの病院での発砲事件もおそらくこの男で、この拳銃だろうな、うん、まあ、拳銃は弾を調べればどの拳銃から発射されたかすぐ分かりますから、うん、まあ、この関連は証明するのは簡単だろうと思いますけれども、はい、私このニュース聞いててですね、この86歳の男のプロフィールについてメディアで伝えてるところと伝えていないところとあるんですけども、どうやら元暴力団関係者らしいということなんですね。で、元暴力団関係者がどんな人生を送ってきて、86歳アパートで、まあ、一人暮らしをしていて、近隣の人の証言を聞くと、ちょっとやっぱり、暴言その他がひどくてですね、ちょっと付き合わないようにしようねって言ってた人たちもたくさんいるということで、86歳の一人暮らしの人物がみんなこんなことするということでは全くないんだけれども、うん、世の中には相当多くの鬱屈した思いを抱えて解決、うん、自分では解決できないでいる予備軍の人たちがいるんじゃないのっていう気がするんですよ。で、この番組で前にお話しましたけれども、まあ、一人暮らしで亡くなった後誰が葬式出すんだとか、その葬式の費用を誰が払うんだとか、うん、遺産が残ってる場合にその遺産の処理とかどうするのかとか、はい、そういうことを私はその時に提案したんですが、まあ、役所で一元管理するような、うんうん、はい、そういう組織が今の時代はいるんじゃないの、まあ、その高齢者がものすごく少なかった時代はそんなもんいらなかったから、多分役所の中にそういうところって、そんなに大きな比重は占めていなかったと思うんですが、現代においてこれだけ高齢者の方が増えてる状況の中で、お一人の方多いし、はい、で死んだ後自分の葬式誰出すんだ、どこに相談しに行ったらいいのか、生前に一応なんか決められることは全部決めていこうみたいな時にワンストップでそのあたり面倒を見てくれるみたいなことも、うん、まあ、現代社会においては役所の一つの役割なんじゃないのかなと私は正直思いますので、だまあ大切なのはこういう事件を二度と起こさないために社会としてどう対応するかという発想がないと、似たような事件って結構多発してますからね。うん、はい、多発してますから、その起きるたんびに、まあその一過性の報道では済まないだろうという気が。はい、いたします、はい、その次のニュースで為替が、まあ、さっき為替の詳しい、ね、専門家のコメント等はお伝えしましたけれども、はい、とにかく今日も151円台で日本のマーケットもずっと為替が推移してます、で本来ならば日本の金利を昨日引き上げると決めたんだけれども、日本の金利が上がるということは円に価値がつくということだから、うんうんうん、為替的には円高に振れるというのが通常のプロセスなんだけど、逆に振れてるというのはどういう意味かというと、はい、おそらく市場関係者は昨日の対応では不十分だと、まあ、ある意味最速相場っていう言い方あるんですけれども、はいはい、そのあたり詳しくですね、今日は5時台に、はい、解説しようと考えております。ぜひお願いします。ズームフラッシュでした。11月1日水曜日、時刻は午後4時3分を回っています。東京有楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と増山さやかでお送りしています。さあ、ローズマリーに関するメールをいただいております。ありがとうございます。神奈川県三浦市にお住まいの清さん、62歳、農業をされている方。週に一度は東京に来るんだったら、園芸店でローズマリーの鉢植えを買ってきたらどうでしょう。イタリアンパセリも一緒に買って、少し大きめのプランターに植えておけば優雅に使えますよ。素晴らしい、いいですね。いいご提案ですよ。さすが農業をやってらっしゃるプロの方からのアドバイスで、はい、参考にしたいとは思うんですが、2つほど問題がありましてね。1つは、日当たりが悪いという話はこの番組でしたことがありますが、私の部屋は北向きなんですよ、うんうんうん、で向かいのマンションが、私の高さまで来れば、反射光で明るくなると狙っていたんでありますが、そこの高さまで建築が進まなかったので、相変わらず北向きで日当たりが悪いんで、多分植物育てるのは無理じゃないかなと思うのと、うちの私が日常生活しているところのリビングルームには
ベランダ注文がないんです。ああ、そっか。だからプランター置くとこがないんだな、これが。確かにね、ちょっとこれは困りましたね。はい、ありがとう、アドバイスはありがとうございます、ね。それから大田区の秀さん、71歳男性の方は、ありがとうございます。生のローズマリーはスーパーで売っています。200円しなかったと思います。あ、そうですか、ね。ベーコンの燻製を作るときに桜チップの上に乗せて香り付けに使います。おしゃれですね。ベーコンの燻製ですか。美味しそう。難しいっすよ、ベーコン。私何回かチャレンジしたことがありますがね、ベーコンは長期間塩漬けにした後、塩抜きしてから燻製かけるんですけども、この塩抜きの加減がすごい難しいんです。私プロが作ったベーコン食べるたんびによくできてるこれって、なってね、基本だいたい買った方がいいっすね。でローズマリーは余ったものは、ね、冷凍して保管します。いつでも取り出せて使えます。ありがとうございます。参考にしてみます、はい。そしてこちらは、ラジオファンさんという方、ツイッターですね。ペトロ&カプリシャス、増山さんがご機嫌に口ずさんだメロディーで、二郎さんはそうそれそれ5番街のマリーへと喜んでいらした、はい、が、増山さんの歌ったメロディーはジョニーが来たら伝えて、ジョニーへの伝言だったように。マジですか。本当確かにジョニーが来たなら伝えて、ジョニーですよ、ローズマリー。ララ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 、そうですね。うわよく気がつきましたね。なんかほら、年取るとね、食い違わないところでも適当に話があっちゃって進むみたいな、ね、あれですよ、あのね、こう、なんですか、あの腕の関節のところを、あのほらほら、ピザ10回言ってみみたいな、ピザ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 、ここはって言ったら膝っていう、あの発想と同じで、もう文脈的にはもう完全に5番街のマリエだったから、そうです、ね、どんな曲聞いても5番街のマリエに聞こえちゃうという、膝膝膝膝ピザ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 効果ですね、これは。そうですね、よく引っかからなかった人がいるっていうのが素晴らしい。本当です、ありがとうございます。ありがとうございます。言葉言われないとね、すげえなこれ。本当にそうか、今日帰ってラジコで聞いてみよう。そうですよ、確かにそうでした。いや、もう本当にありがとうございますね。こんな感じで、ダメな2人ですけれども、あのご指摘を、これは気がついた人何人いらっしゃったかな。いや、結構気がついてるかもしれないですよ。そうですか、実はラジオの前で突っ込んでるかもしれない。失礼しました、ね、ありがとうございます、心から本当に。まだまだあなたからのご意見お待ちしております。メールは zoom@1242.com、 X はハッシュタグ辛坊治郎ズームで参加してください。この番組は皆様のツッコミで成り立っております。成り立っております、はい、頼りにしております。お願いします。はい、この後は鳥海高太朗さん登場です。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、この時間特集する話題はこちらです。オーバーツーリズム。観光庁によりますと、今年9月の国内のホテルや旅館などに宿泊した人は、速報値で延べ5028万人でした。このうち外国人の宿泊者数は延べ953万人と、コロナ禍前の2019年の同じ月と比べて 15.4% 上回りました。これは9月としては過去最高です。では専門家をお迎えしています。月一レギュラーの航空旅行アナリストの鳥海高太朗さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。何か六花亭と思われる紙袋。六花亭と思われるもの。ちょっとしてからオーバーツーリズムの話をしてから、じゃあちょっと。わかりました。話をしたいなと。今週お友達の方は月曜日いらしていただいて。あ、石渡さんですよね。大学ジャーナリストの、ね。もう何年ぐらいだろう。3、4年ぐらいのお付き合いですかね。あ、そうですか。もう石渡さんって幹事するのが大好きで、飲み会の本当幹事でお店手配して、全部お金に回収してっていう、そういう方なんです。そういうことか、そういう文脈だったんだ。でもね、鳥海さんがいらっしゃる時には店選びに苦労するっておっしゃってましたよ。言ってました。確かにそれはあるかもしれないですよね、だから美味しい居酒屋さんをね、探してくださって、それでまあ10人とか 20、30人でも入れるお店っていうので、だいたい選んでいただいて、日本酒が美味しいんですよね。失礼ながら申し上げるんですけど、ちょっと痩せました。なんかすごいすっきりしましたけど、なんとなく雰囲気が、まだね、2、3キロぐらい。え、2、3キロ？でもまだそれぐらい。何やってんですか？いや、ちょっとまあ、食を若干、食べに行かない日は、旅行に行かない日はちょっと抑えめにっていう。
へえ。そういう感じですね。いや、でも、すっきりしちゃったら鳥海さんじゃなくなっちゃう。いや、まだでも10キロぐらいじゃ変わんないですよ、多分。そうです。20キロ落ちたら多分そう言われちゃうのかもしれないですけど。まあ、そんなちょっと程よくという感じ。いや、だけど本当にオーバーツーリズムの話題ですけど、有楽町は完全に今オーバーツーリズム真逆ですね、ここのビルの。やっぱり今オープニングトーク聞いていて。で、オープニングから聞いてらっしゃいましたか。オープニングはね、いつも家をね、出た時にちょうど車で乗った瞬間に、まずオープニングトーク聞いて、まあ時間、タイムスケジュールを聞いたら車降りるっていうふうに、大体いつもルーティーンがあるんですけど。いや、だけどもう本当いつも僕もここら辺はラジオ関係なく結構来てた場所で、急に店が本当になくなったなっていう。そうなんですよ。で、駐車場が僕こうよく止めてたんで、あ、駐車場2つなくなってると思って、全部閉鎖されててっていう、うん。これって何年後ぐらいにオープンなんですかね。その間はこんな状況なんでしょうね。そうですね。だってまだビルそのまま建ってますから、あれ一旦ビル壊さなきゃいけないでしょ、はい、うん、壊した後また建てるわけだから、うん、数年かかりますよね。数年、4年かかるんじゃないですか。多分浜松町の貿易センタービルが同じ感じで、あそこも全部、あ、やってますね、今。なくなってもさら地にはなって、でここからまたビル、貿易センタービルってもうないですか。ないです。下としか、なんかフェンスのところしか通らないから、上見上げたことないから気がつかなかったですが、もうないんですか。もう完全に解体終わりましたね。で、40階を起こった。そうです。40階でもっとですよね。あそこだって結構高いですよ、ね、いや、とにかく私が子供の頃はですね、うん、何かの比喩で言うと貿易センタービル何杯分っていうのがよく決まりのフレーズでありましたけども、ないんですか、もうあそこ。もうないんです。だ、今モノレールの駅降りるとちょっとなんか動線が変わったりとかしているので、羽田からモノレールで来られるとよくその様子ってわかりますよね。いや、となるとですね、うん、最大の焦点は、うん、全部の再開発が終わって、うん、新しい建物が完成してお披露目になるまで生きてるかどうかというですね。生きていましょうよ、辛坊さん。もうだから本当に新しいビル建てたら本当に人増えちゃいますよね。ここもオーバーツーリズムになっちゃうかもしれない。しばらくはこの辺は行くとこないから閑散としますね。しばらく多分静かだと思うんで。でも、ね、その有楽町でも駅挟んで向こう側の銀座4丁目の方行ったらものすごい人ですよね。ものすごい人ですね。だから私結構好きなおまんじゅう屋さんみたいなやつがあったんですが、その好きなおまんじゅう屋さんで何か買おうと思うといつも大行列って。それ外国人がずっと言ってた、とんかつ屋さんが同じ感じで、あ、そうですか。ずっと入れた店が、で、そのオーバーツーリズム今後どうなりそうですか。いや、これまだって中国が来ていないというか、中国がまだ10月の、9月の時点も含めてまだマイナス4割、10月に入ってもまだそれほど増えていないので、個人旅行の方はいらっしゃってるけれども、相変わらずやっぱりパックツアーが大規模にっていう状況では全然止まってないです。ですね、昨日ANA と JAL の決算会見ありましたけど、やっぱり中国民まだ半分も飛んでいないっていう、まあ3割ぐらいかなって、3、4割ぐらいかなっていう。ANA と JAL と聞けばですね、飛行機結構混んでますよ。いや、もう国内線はすごい混んでますよね。混んでますよね。そうですね。こう国際線に関しては、売上だけ言うと、2019年を ANA も JAL も今回決算超えちゃったんですよ。ほう。もう ANA に至っては国際線過去最高収入と、国際線だけ見ると。ええ。もうそのぐらいの数字になってまして。それ、どうなんですか？満杯なんですか？国際線も。国際線はですね、今、すでに、まあ、この4月から9月までの半年間で搭乗率 78.5%。売上が3586億円っていう、そのぐらいの数字が出てますので、まあそう考えるとかなりこれは乗ってるかなと。はい、ですね。日本人はなかなか今円安で海外に行きづらいですから、その数字というのは海外から日本向けで乗ってくる人がたくさんいらっしゃる。その通りです。で、コロナ前のオーバーツーリズムって言われてた2018年、19年とは ANA、JAL で言うと、半分日本人、半分外国人。で、一番ひどい去年なんかだと、外国人が 75%、日本人が 25%。今は 35% ぐらいまで日本人がそれでも帰ってきて、あ、ちょっと戻ってきたんですか。はい。で、全体の数で言うと、だいたいやっぱり5割ですね。日本人の回復は、海外旅行の。で、外国の人は、この9月の数字で 96.1% まで回復してるんですが、さっき言った通り中国がまだ3割戻ってないですから、はい、中国除くとプラス 28% かな。もう、コロナ前よりも増えていると。早晩でも中国のパックツアーも元に戻るでしょうから、そうなると日本の観光地大変なことになりますね。もうだから今年の京都の11月中旬から下旬のこの紅葉シーズンにどれだけの人が押し寄せるのかっていうのが一つこのオーバーツーリズムの指標の上で大事な、それを見た上でそのオーバーツーリズムの政策を最終的に考えるべきだっていうふうに思います、ね。
いや私ね、場所によってね本当に様々だなと思うのは、うん、この番組で何回か申し上げたけど、和歌山の南の方の川湯温泉というあたりが、いわゆる熊野古道ブームで外国人がすごい押しかけててびっくりした一方で、はい、鳥取県の、あれ何温泉だっけな、海峡温泉じゃないな、三朝温泉というあたり行ったらあんまり外国人いないし、うん、直近で言うとですね、先週末私石垣島にいたんですが、はい、日本人の観光客すっごいいっぱいなんですけど、外国人少ないですね。そうですね。石垣宮古は多分9割日本人で、クルーズ船が入った日だけは外国人がすごいことになるんです。石垣も今頻繁にクルーズ船入ってますから、入ってる日と入ってない日で、もうその比率は石垣に関しては全然変わってくる。そういうことですか。でも大体でも本当飛行機が多分ほとんど日本人ですよね。そうですね。そうですね。石垣便満席でしたけども、もう私の見る限りほぼ 100% 日本人みたいな。そうなんです。やっぱりまだ海外旅行高いんで、そういう石垣はやっぱり高級リゾートも多いので、そういうことか。だってハワイでいくら、ハワイに行くことを考えれば、石垣でいくら合流しても絶対その金額いかないですからね。まあそうですね。今、ハワイって、合流とまで行かなくても普通に、一昔前のハワイ旅行みたいなものを再現しようとすると、とてつもないんだ。まあまあ最低50万ぐらいになって、僕先々週行きましたけど、やっぱり宿の価格は下がってなくて、一泊、ビーチ沿いのシェラトンで、やっぱり6、7万がミニマム。あらまあ。っていうの。だから沖縄で6、7万って結構いいとこ泊まれますから。いや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 、それはむっちゃ高級リゾート泊まりますよね。僕もいつも石垣はビジネスホテルで、エメラルドアイルっていうお気に入りのとこは大体7000、8000で泊まって、まあ夜を楽しむっていう。なんでなんですか。いや、だって結局夜飲みに行くのが。石垣島は今のお話は、要するに、石垣島の中心の。あの、三崎町って、あの、いわゆるフェリー乗り場の前あたり。ああ、石垣港、石垣港のところの前のところあたりに、観光地がガッ、観光地っていうか商店街がガッと集まってる。まあ、飲み屋ですね、はい。ちょうどイメージで言うと、沖縄の国際通りをちっちゃくしたような感じの。そうですね。確かにあそこの通りって面白い店いっぱい。いっぱいあるんですよ。それで2、3軒はしごして、センベロの店があって、で、結局、まあ、友達も向こういるので、もう飲みに行くの楽しみだから、結局リゾート行っちゃうと遠くなっちゃうんで、街中に泊まった方がいいかなっていう時でよく泊まったりってありますね。なるほどね。さて、そんな、鳥海さん、今日は。そうだ、まあ、今、オーバーツーリズムの中で。どう見ても六花亭と思われる紙袋から何かを取り出されました。はい。ですね、これ今ね。六花亭じゃないですか。六花亭で合ってます。ちょっと、すいません。よいしょ。なんだろう。これ今ね、隠れた人気が。マルセイバターケーキのくるみ味っていう。えくるみ味のバターケーキ。で、かつ、これは空港では一切買えなくて、六花亭の店舗、街中とかにある、はいはいはい、まあ、函館とか札幌とか、帯広とかいろいろありますけど、うん、これがね、今ね、結構、買った人から大評判、お土産で配るとすごい喜ばれるというもので、はい、見たことないですね。開けてもらってもいいですか？そうすると、これもうパウンドケーキみたいな感じになっていて、ああ、はい。柔らかい。そうなんです。後で食べよう。私もそう今、食べていただいてますけど。どうですか？くるみが効いてる。ちょっとくるみたっぷりですね。くるみたっぷりでね、これ本当に空港店では買えないっていうものなんですけど、でちょっとね、僕事情があって、この9月10月、函館に4回行ったんですよ。なんでそれで、僕、千葉県の君津市と木更津市で、ガソリンスタンド3軒、やってる会社の役員で、三和石油っていうガソリンスタンドあるんですけど。何やってんですか？いや、そこもちょっと、うちの、トリビューで言えば、まあ、もともと、資本入ってるって感じでやってて、まあ、そこの役員やって、社員旅行っていうのを、はい、コロナ前の3年前ぐらいから復活をさせて、毎年、まあ、僕がプロデュースで行ってて、大阪行ったりとか札幌行ったりしてて、うん、で、今回は僕が函館好きなので、函館ということで、まあやってきたんですけど、で、しぼさんどうですか？社員旅行って、読売テレビの時とか、全然ない。あったんですね。私らの頃は結構バブルの残りがのあった時代ですから、海外多かったですね。海外行ったんですか？はい。だから、サイパンとか、はい、宮古島。宮古島海外じゃないですけど、サイパン、宮古島。そうですね。社員旅行そういうのありましたね。そう、それで今僕もだからその、やっぱり社員のコミュニケーションを取るとか、今風の社員旅行なんだろうって考えて、まず部屋は全部ビジネスホテルをシングルにして、うんうん、まあ、絶対一人部屋にする。そうですね。今時なんか社員旅行だって、温泉地で。一緒に嫌ですよね。で、それにして、それでもう、ほんとカニ食べたりとか、もう本当に、うちの社長がすごい奮発をして、朝一で。まあ朝から毛ガニ食べたりとか、うん、まあ、あと五稜郭行ったりとか、まあ、そういう感じで盛り上がって
ってっていう感じだったんですか。あとやっぱり夜景もすごい、100万分の夜景だ、うん、あの函館ロープウェイなんかも、ね、外国人もいますけど、まだそこまで、やっぱり石垣ほどは外国人、石垣に比べると多いですけど、それでもやっぱり結構いたりとか、あともう僕の好きな回転寿司、カンタロウっていう。でっかいマグロですね、それ。そうなんですよ。これをね、皆さんも好きなだけ食べていいって。函館名物、イカですね。イカですね。あと、アナゴも美味しかったですし、回転寿司でお昼食べてとか、もうそういう感じで、あの、完全に僕のグルメプロデュースで、あの、やって、まあ、あと五稜郭登ってとか、まあ、ちょうどね、来、僕ちょっとまた今週末も函館に実は行く予定があって。どんだけ好きなんですか？いや、ちょっとあの、今、函館って市長が、あの、大泉洋さんのお兄さんが函館市長で今、この間の春の選挙で当選されて、はい、ちょうど月曜日にシンポジウムがあって、ちょっとそこに、行ってこようかなということになって。じゃあ今、函館の応援団長みたいな感じですか？まあ、全然勝手に応援してるぐらいの、勢いですけど、ただその何がいいかっていうと、その結構一人で泊まれるホテル、ビジネスホテルも含めてとか、あと朝食が美味しいホテルとか、はい、あと温泉も結局お風呂が、その、まあ僕好きでラビスタ函館ベイとか、まあセンチュリーマリーナ函館っていう、まあ、朝食ホテル戦争で競ってるとこありますけど、屋上にみんな、もう最上階が温泉になって、インフィニティで函館山一望できるって感じで。インフィニティって最近ね、流行ってるんですよ。そう、インフィニティよく使いますよね。温泉とかプールの縁がですね、向こう側の水、海であるとか湖であるとかと一体化してて。そう、元祖はシンガポールのマリーナベイサンズって、シンガポールのマリーナベイサンズ。あれが先駆けですよね。これがね、行きましたかな、私わざわざ。コロナ前に。どうでした？コロナ前はまだ安かったですよ。4万ぐらいだったんじゃないですかね、1泊。3万から4万だったんですよ。ちょっとしたかもしれないですけど、まあまあ、でも今もう桁が違いますからね。6、7万は多分ミニマム。マリーナベイサンズ、下に巨大カジノがあってですね。そういうの、私行った理由は、下のカジノを、まあ、いや、研究しに行ったんですけども、まあ、どうせなら、まあ、泊まってみっかっていうんで、ビル3つ繋がってて、上、こう、船の巨大みな船みたいなイメージのものがあって、そこに、まあ、インフィニティプールっていうのがあって、あそこのマーライオンの像のあるところの目の前が、そうですね。なんとか湾みたいな。マリーナベイになってて、はい。そう、そのベイが、そのプールの中に溶け込むような、私の辛坊治郎、辛坊の旅 YouTube チャンネルで公開中でございますから。探してみてください。いいですね。行かれてっちゃそれも動画も撮って。はい、もちろん。素晴らしいですね。はい。鳥海さんも YouTube チャンネルやってらっしゃるんですね。そうなんですよ。そうですよね。はい。PTA 鳥チャンネルやってまして、今最新の動画は今、はい、それこそ、北海道で、まあ、旭川に LCC ができるということで、まあ、少しでもお得に行けるってことで、ジェットスタージャパンが12月からですね、12月15日から、成田から旭川に LCC で飛べて、まあ、ミニマム料金が、まあ、5,990 円から片道。まあ、セールが出ると本当に2、3000で乗れる日もありますので、旭川に入って美瑛とか富良野行って、そこから、まあ、札幌回って帰り千歳から帰るのもいいかなと思うんですけど。どうなんですか？一時、まあ、旭川どうか知りませんが、特に札幌あたりのホテルは値段が上がりすぎて、そんなもん泊まれないよっていう話あったじゃないですか。今、落ち着いてきてるんですか？いや、全然落ち着いてない。いや、落ち着いてない落ち着いて、これが冬に向けてどんどん上がっていくだろうと。ね、私、コロナの間、申し訳ないですけれども、世の中コロナだと騒いでる時期にですね、私、結構北海道集中的に冬には2回も3回もスノーボードやりに行ってたんですが、安かったんですよ。往復航空券にホテルがついて2泊3日で数万円みたいなやつがあったんですが、そうですね、2万円前後か、まあ、3万しなかったですね。どうすか今シーズンは。今シーズンホテルがどう確保するかっていうので、飛行機もやっぱりちょっと上がってるかなと。で、問題はあと、北海道いつ雪が降るか。はい。だから多分12月の頭とかスキーできないような気もしていて。だからもう今年はね、方針を変えて埼玉県の狭山の人工スキー場に決めました。間違いですね。ここなら間違いないですから。さあ、それ以外のお得な情報何かありますか？そうですね。まあ今ジップエアですね。JAL がやってる LCC で、はい、で、これがアメリカに飛んでいて、まあ、JAL が、まあ、やってる LCC のジップエアっていうのが、まあ、ロサンゼルス、サンフランシスコ、サンノゼ、あとホノルル。あ、そんなにあるんですか？で、あと、マニラ、バンコク、シンガポール、ソウルって今飛んでるんですけど。私ね、1ヶ月前に、年末年始どっか行こうと思い立った時に、うんうん、飛行機ザーッと調べたら、一番安かったのが、で、空いてたのがジップエアだったんで。ハワイでも安い時やっぱり3万円台、4万円台片道で出てて、多く燃油サーチャージいらないんで、税金込みで、7万、8万で買えたり、アメリカもね、ちょっと日にちをずらすと、10万以下で、
ロサンゼルス、サンフランシスコ変えちゃう日がちょこちょこありますね。ちょっとお金、ちょっとっていうか、まあ、まあ結構な値段しますけども、いわゆるビジネスクラスなんかよりははるかに安い値段で、別にビジネスクラスの食事が出たりなんかしないんだけど、座席だけはフルフラットでビジネスクラスと同じっていうところの、座席が選べたりするんです。空いてれば。空いてればそうですね。まあ、最初から予約することもできますけど、まあ、片道15万円から20万ぐらいかな。だからビジネスクラス今上がってます。コロナ中僕だって大谷見に行くときに最初10万で買いましたもん、それ。ビジネスクラスで。だから普通のビジネスクラスだと、まあ今アメリカ往復だと下手すれ100万円コースになっちゃったりなんかする。100万ですね、今ビジネスクラス大体。今プラス片道10万円ぐらいで、そういう座席に乗れるっていうか寝てられるんで。機内食出ないんですよ。機内食全部エコノミーの座席で全部有料販売で事前に予約しとくっていう。まあそこ LCC ですから、ね。あと買ったら一切払い戻しができない。変更もできない。あ、それがジップエアの唯一気をつけなきゃいけないのは、買った時点でスポーツのチケットを記名制というふうに思っていただければ、もう一切の変更払い戻しが空港税しか戻ってこない。なるほどね。だからその安い代わりにそのリスクがあるっていうことは、ちょっと考えていただきたい。ジャルの子会社のジップエアは決算どうなんですか？いや、もうすごい良かったです。過去最高の数字が出てまして、この半年間だけで249億円の売り上げで、搭乗率が平均搭乗率 79.4%。わあ、すごいね。ということで、やっとだから、そう、コロナ禍にできた LCC で、2020年の本当は5月に飛ぶ予定が、6月か7月、最初貨物便で最初就航って、お客さん乗せないでスタートした LCC っていう、過去に前例のない形でスタートしましたけど、まあそこからね、ボーイング787なので、まあそういう新しい。最新駅ですか。最新駅というか、まあJAL のオフルを使ってたんですけど、はい。まあそれを使ったりっていうのは、あとちょっと気をつけなきゃいけないのは、ANA が今日、昨日ちょっとニュース出まして、エンジンが、ちょっと、国内線の、国内線のそうです。エアバスの320と321っていうのが、これP&W 社のエンジンで、ちょっとこれを点検作業をしなきゃいけなくて、で、エンジンって一回取り外してつけるのに、なんかもう、通常でも半年ぐらいなんですけど、今回、250日から300日、点検とかにかかると、エンジン全部外して全部部品解体すると、で通常でそういうことをやるときでも半年ですけど、今回そのいろいろチェックしなきゃいけないことがあるので、でそれに伴ってちょっと減便が発生するということで、昨日その発表がありまして、まあ減便率 3.6% で、まあ1日あたり30便ぐらいですけど、で、まあ、欠航にならなくても、結構な便で、多くの便で、機材変更になるので、座席指定してたらちょっと席が変わってるとか、そういうことがちょっと頻繁に起こりそうですし、なんか例えば、伊丹から福岡にボーイング777が入る日があるとか、なんかそういうのもあったりらしくて、はい。ちょっとその辺、ちょっとしばらく、これ来年の夏ぐらいまで多分影響出ると思うので、夏から秋ぐらいまで。そうですか。ちょっとそのあたり、特に、ま、辛坊さん、羽田痛みに乗られますよ。はい。はい。そこもちょっと若干減便があるので、乗る便を気をつけていただきたいなと思いました。さて、キンキン、トリームさんどっか行かれる予定ですか？キンキンはですね、僕、月末に今、オーストラリアのパースに。パース！はい。西海岸ですね。そうです。西海岸の南の方ですね。ちょっと出張の予定が変わらなければ、僕次回の出演はおそらく、リモートかもしれない。オーストラリアから、パースから。オーストラリアの今予定でおります。パースは確か。シモさん行かれたことあります？あります。僕はないんですよ。どんなとこです？パースまで行ってフルマラソン走りましたかね。そんな経験もありましたか、シモさんは。日本の有名、なんか、エビ料理屋さんみたいなやつがあったな、確か。へー、はい、パース、いいとこですよ。ちょっと未知の場所。映画のかき割りみたいな街です。はい。そうなんだ。景色はいいっていう感じですか。っていうかね、なんか、映画のかき、映画セットみたいな。じゃあちょっと鳥海さんにそのあたりもね、詳しくお聞きしたいと思います、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。航空旅行アナリストの鳥海高太郎さんでした。11月1日水曜日、時刻は午後5時を回りました。こんばんは、辛坊治郎です。こんばんは、日本放送の増山さやかです。さあ5時を過ぎました。あたりもね、あ、なんか今日とても暗くなってるような気がしますけど、あっという間に秋から、まあ、まだ冬って感じじゃないですけれども、そうですね、本当に季節の移ろいは早いです、はい、4時47分か今日の日の入りはね、それは暗いわけだ、うん、さあメール一つご紹介いたします、はい、ありがとうございます。静岡県のじゅんじゅんさん、
私は高齢者デイサービスの看護師をしていました。ご苦労様です、ね、通われている高齢者の皆さんは耳の遠い方が多く、お互いの言っていることなんてよく聞こえていません。また物の名前も思い出せないので、本来会話が成立することはありえないのですが、皆さんとても和やかに楽しそうに会話されているように見受けます。年を重ねるともうさまつなことはどうでもいいですね。そうなんですよ、個人差大きいんですよね。でもね、そこなんですね。そしてマリーとジョニー、気持ちは伝わるものですね。で、先ほどオープニングの私と辛坊さんのね、驚きましたね、はいはい、相当驚きました、といういただいております。ありがとうございます。それではズームをミュージックリクエスト、今日のお題は近所のローズマリーが撤去された時に聞きたい曲です。まず中央区のアメンボマンさん、61歳男性は、ローズマリー、ローズはバラ、憧れの女性も意味します。小学生の頃の憧れの女性マリーは天地マリさんでしたリクエストが恋する夏の日、あ、大ヒットしましたね。そうですね、中学生だから、はい、この方とやっぱり数歳の年の差があるんだなという感じですが、うん、ありがとうございます。それから名前がね、京一さんという方、へーへー、ローズマリーが撤去された時に聞きたい曲はザ・タイガース僕のマリーはいかがでしょうか。今日午前10時ごろ銀座4丁目の長野県の物産を扱う店、 あるある、ね、銀座界隈何々県の物産扱う店って結構ありますよね。多いですよね、に出かけました。一応辛坊さんに遭遇した時のために、この国は歪んだニュースにあふれているの本と油性マジック絶賛発売中、はい、それで油性マジックも持ってたんですって。あら、あったらサインをして差し上げないと。午前10時か、もうちょっと遅い時間、ね、ちょっとそうですね、うん、だいたい正午前後が狙い目ですって何が狙い目なんだよなんかオーリックを探せみたいになってますけど、はいはい、大阪府大阪市のリタホペさん、55歳男性です。ローズマリーが出てくる歌はありますよ。それは中島みゆきさんのさよならを伝えてです。ほうほう、ね、今ならわかる恋の花言葉、黄色いローズマリー伝えてさようなら、とまさにローズマリーでさよならとぴったりな曲です。でもアルバムの中の一曲で、そう目立つ曲でもないのが玉に傷です。そうですね、知らなかったです、勉強になりました、ね、ありがとうございます。足立区の足立のマッサンさん、67歳男性は、ローズマリーがなくなって寂しいですね。寂しい時にぴったりな曲をリクエストしますのでお願いします。あいみょん、マリーゴールド。あ、マリーですね。マリー、間違いなくマリーです、はい、そしてトマトさんはですね、はい、本日のリクエスト、高橋真理子さんの5番街のマリー、辛坊さんのご要望にお答えしてお願いします。それそれ、ありがとうございます、はい、ズモミュージックリクエスト、本日は天地マリーの恋する夏の日。あ、懐かしいんで、じゃあ行きますか、はい、天地真理さんね、はい、というか他の曲は大体かけてますね。あ、あいみょんさんがね、はい、あいみょんは確かもしかして2回かけてるかもしれないですね、うんうんうん、はい、じゃあ天地真理さんで参ります。番組ではラジオの前のあなたからのご意見は24時間お待ちしておりますので、お好きな時にニュースですとかね、普段の生活で感じる疑問などありましたら書いて送ってください。メールは zoom@1242.com、 X で参加される方、ハッシュタグ辛坊治郎ズームで参加してください。お待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、今日最後に特集するニュースはこちらです。日銀が長短金利操作の最終性を決定。日銀は昨日、金融政策決定会合で長短金利操作、イールドカーブコントロールの最終性を決めました。長期金利が上限の 1% に近づいたため 0.5% 程度のめどをやめ、上限 1% もをめどとし、 1% を一定程度超えることを容認します。これどこ解説するかでかかる時間が全く違ってですね、本気で解説し始めると1時間でも2時間でも喋れるんですけども、どうしようかな。まず今のニュース原稿を聞いて分かる人にはもうそもそも解説する必要がないわけですよ。イールドカーブコントロールと聞いて、ああイールドカーブコントロールね、ああ長短金利操作ねとかっていうので、もうそれで分かる人にとってはですね、解説の余地がないんです。
だけど、いや、イールドカーブコントロールとか長短金利操作とかって言われても何それっていう方が、おそらく多いだろうと思いますので、そうするとものすごくベーシックのところから解説しなきゃいけないんですが、そもそも金利って、まあ簡単に言うとお金借りる、あるいは貸すときに、どのくらいの利息を取るかっていう話ですよね。はい、で、金利の原則は、短い期間の場合は貸し手にリスクが少ないので、まあ明日必ず返しますよっていうのと、10年後に返しますっていうのとで言うと、10年後なんか返ってくるかどうかわかんないじゃないですか。はい、となると、期間が長くなった場合、ベースの金利を上げるんですね。だから金利って、貸してる期間が長くなれば長くなるほど上がるわけですよ。はい、それも大体1年単位なんで、例えばまあ30年かけて30年後でに返しますっていう場合には、年間の金利がじゃあ、例えば 2% ね、みたいな。のだったとすると、10年後に返しますっていう場合は、それよりだいぶ貸し手にリスクが少ないので、だったらまあ年利 1% にしますっていう、そういうことで、金利というやつは、貸してる期間が長くなれば長くなるほど基本年利換算にしたときね、当然まあ全部のトータルの金利が上がるのは当たり前ですから、そうじゃなくて、年利換算、1年に何パーセントっていう年利換算にしたときに、要するに貸してる期間が長くなれば長くなるほどベースの金利は上がるもんなんです。期間が短い、一番短い金利って、今日借りて明日返すっていう。これがまあ短期金利なんですが、日本の場合は、短期金利が今、マイナス 0.1 かななんかに設定されてます。で、昨日ニュースになったのは、だいたい基本10年ものの日本の国債の金利なんですね。で、国債の金利、こっから先、もうちょっとややこしい話になってごめんなさいなんですが、金利というのは、その国において一番、優遇金利というのは、ベースは国債金利なんです。はい、どういうことかというと、例えば、A という会社がありますね。もうなんだか潰れそうな会社ってわけわかんないと、その A という会社が、10年間金貸してくれって言ってくるわけですよ。金貸す側としては、いや、お前の会社さ、10年先にあるかどうかわかんないから、金利、そうだな、30% なら貸すぞ、年利っていう。ね、これ、まあ、違法を 30% になると多分違法になると思いますけども、まあ一応、例えですよ、はい。だから危ないところの金利は上がるわけですよ。だけど、超優良企業で誰でも知ってる大手の自動車メーカーで、10年、今ちょっと、1000億円貸してくださいみたいな話がこう、勃発したとしますよね。はい、私1000億円持ってるとしますね。そうすると、まあ、10年で潰れることはないだろうし、確実に返ってくるよなと思ったら、まあ、じゃあ年利 1% ぐらいでもいいですよって、それでも10年トータルにすりゃすごい金利になりますから。だから、信用度によって金利は変わるわけですね。で、日本で最も信用できる、そういうのを、そういう時にやり取りするのが債券なんですね。じゃあ10年後に1000億円返しますよっていう紙っ切れと引き換えに1000億円貸したりなんかするんです。その紙っぺらを債券って言うんですが、その紙っぺらの中で日本で一番信用できるのは国債っていう借用書なんです。はい。国が借金を、日本政府が借金するわけですね。で、日本政府は、まあ、潰れないだろうと。で、日本における全ての企業よりも、日本政府が一番信用できるので、ありとあらゆる貸し出し先の中で、日本国債というやつが一番信頼できると。これが一番低い金利になるんです。信頼できるから。これがその国における基準金利になります。で、日本の金利の水準というのは、日本国債がいくらで売買されてるから決まります。で、金利とは何かという話なんですが、この日本国債、例えばここに、簡単に、数字簡単にするために1億円にしましょう。はい、10年後に1億円返してくれるっていう紙と引き換えに日本政府に1億円貸すとしますね。で、その時に1億円の借用手形もらいますね。証書もらいますね。はい、これが、まあ、1億円の国債ですよ。今も全部電子取引で紙はなくなってますが、イメージしやすいんで紙にしてください。ね、1億、私が国に1億円、貸しますよ、はい。で、国は1億円の証書を私にくれますよ。これが国債証書です。その国債証書に関して言うと、10年で1億、10年後に1億円をもらえますっていう紙切れなわけですよ。そうすると今それ10億で買うかっていうと、そんなことしても、プラスにならないわけですよ、はい。単なる10億が紙切れ1枚になるだけですから。いや、それはいくら日本政府が信頼できるとはいえ、ちょっとぐらい金利がないとねっていうと、それが例えば、
1億の額面なんだけども、9900万円で、なら、どうですかって話になると、10年間その金を持った、まあ、9000万円にしとか、9000万円に、そしたら10年間で1000万円の利息がつくってことですよね。うんうんうん、ね、つまり、1億円の紙切れを今9000万円で買いますと、はい、1億円の紙切れを9000万円で買いますと、10年その紙切れを持っていれば、10年後にその政府は1億円でその紙切れを引き取ってくれますっていうと、10年間の金利が、まあ、1000万円だから、うん、10年間で1割だから年利に直すと多分、その10分の1だから 1% 前後だと思います。金利になると思います。詳しく計算してみないとわからないですけど、はい、それが金利というものです、はい、で、日本の基準金利というのは10年ものの日本国債が今いくらで売買されてるかなんですが、うん、それが例えば8000万円とかで売買されてると、うん、10年間で金利は2000万円つくわけです、うん、つまり今売買されている国債の値段が下がると金利が上がるということです、はいはい、で、国債の値段が下がるということと金利が上がるということが同じ意味なんですね、うん、で、昨日決めたのはその10年ものの国債の金利を今までは絶対 1% より金利が上がらないようにコントロールするぞ、はいはい、でも基準は 0.5% ぐらいをめどにするぞって言ってたやつが守りきれなくなってですね、この辺守りきれなくなってって話がまた解説がいるんですが、もうそこまで行くともうちょっともう今日時間的に無理なんで、ね、はい、無理なんで、昨日何決めたかっていうと、うん、今後は、目処を 1% ぐらいにしますと、うん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 。だけどじゃあ、どこが上限なんだよっていうのは昨日言わなかったんです。うん、で、そんなに上がんねえんじゃねえのと昨日は日銀が言ってますけども、これはもうわかんないとしか言いようがないですね。日銀がイメージしてるのは 1.1% ぐらいが上限じゃねえかっていう説が多いんですが、だけど、その国債がいくらで取引されるかによって金利が決まってきますから、国債がいくらで取引されるかなんて、基本的には、まあ、今のところは日銀は 1% 超えるとそれ以上値段が下がらないようにその値段で全量買い取りますって言ってたんですが、その政策をどうも続けられなくなってきてるということが背景にあって、じゃあイールドカーブコントロールですが、まあ簡単に言うと、今日借りて明日返すみたいなものはものすごく低いかマイナスの金利だけれども、10年ものだと 1% ぐらいで、例えば20年もの30年ものだと 2% ぐらい、グラフにすると緩やかな曲線になりますね。で、金利がだから期間が長くなれば金利が高くなりますよっていう、その緩やかなカーブというののカーブの傾きを調節することによって日本の金利水準を決めますというのが、このイールドカーブコントロールというやつです。なるほど、お時間ない、ね、あ、疲れた、もうよくわかりました。風邪気味の時は無理だこれ。400点だと思います。ズームオンでした。ズームオンミュージックリクエスト、お送りしているのは東京都中央区アメンボさん、アメンボマンさんからのリクエストです。アマチマリ、恋する夏の日、1973年。はい、私の音楽の先生がなぜかアマチマリが好きで、音楽の授業の時にずっとアマチマリの曲を歌ってました。あ、そんな音楽の先生、はい、今から考えると、うん、それでよかったのかと若干思いますけど、はい、でも懐かしい思い出です。懐かしいっす、はい、さあ、お聞きの日本放送、この後夕方5時30分から伊集院光の種、今日のテーマは落とし物拾い物です。で、パートナーはつぶやき志郎さんです。で、6時からの日本放送ショーアップナイタースペシャル日本シリーズ第4戦阪神対オリックス戦は、甲子園球場から解説掛布正幸さんと亀山勉さんでお送りいたします。明日の朝6時からの飯田浩司の OK 浩司アップ、コメンテーターは明治大学教授で経済学者の飯田康幸さん、政府の新たな経済対策やアメリカパウエル FRB 議長の発表などを取り上げます。で、明日のこのズームも木曜日ですから飯田さんが登場なんですが、ほうほう、あのね、 OK 浩司アップのツイッターにね、謎のツイートが、うん、そう、X がそう、夕闇迫る中、飯田浩司アナウンサー、西へ一体どこへっていうので写真が、新幹線から太平洋の映像ですかね、これはね、飯田浩司アナ、天竜川を越えてさらに西へ、あー、分かった、飯田くん、西に向かってですね、間違いなくね、うん、名古屋城の建設予定地見に行ってるんだと思います。そうなんですかね、これね、詳しいこと明日の朝6時も聞いてください。ここまでは辛坊治郎と増山さやかでした。明日飯田くんどこ行ったかが分かります、はい。